早速中身に入らさせていただきます。実は今年のですね、5月の30日から1週間ほど台湾を訪問いたしました。主な目的はここに書いてある通りなんですけれども、台湾のですね、漁業制度、それから環境政策で、付随して、結局はやっぱり根本は科学的情報データ、その元になる教育ですから、その方も見てまいりました。で、目的はですね、今、概略言った通りでありますけれども、実は、台湾とですね、その日本というのは、もともと漁業の制度がですね、根源が一緒であります。で、日本にはですね、明治の漁業法っていうのがありまして、これが未だにですね、日本の法律、漁業法の根幹を成しているという、簡単に言うと、非常に、理解しがたい、わかりやすく言うと、馬鹿げた状況になっているんですけど、1901年にですね、旧明治の漁業法と今から言うと呼んでますけれども、これができて、ここで漁業権の制度っていうのがですね、作られてるわけです。漁業権については後で言います。で、1910年にですね、本式の明治漁業法っていうのができます。で、これにですね、漁業権の制度をですね、これも今から見ると私は改悪だと思うんですけど、漁業権を、財産価値を与えるわけですね。物件、とみなすということにした制度。これは、時の衆、あの、貴族院は大反対するんですけども、これを入れてですね、結局、これで漁業権をですね、担保代わりにして、資源管理よりですね、お金を使った対策を優先するようになっていくわけですが、これを明治漁業法と言います。で、台湾はですね、ご承知の通り、1895年にですね、日本のその海外領土になってですね、で、台湾の日本化の一環としてですね、教育からですね、民生から、全部国内と同じような教育を政策を導入するんですが、そこで漁業についてもですね、明治漁業法が導入されました。何年にされたのかはですね、定かではないんですが、多分1901年の後ぐらいじゃないかと思います。で、同様にですね、1910年に韓国併合が行われてますけれども、このちょっと前からですね、もうすでに日本は韓国に、進出してましたから、漁業法がですね、韓国でもですね、導入されました。ここで同梱のですね、3つの、国の漁業制度が始まるわけでありますが、私の主な目的はですね、その後、戦後直後の変遷とですね、特に、1982年に国連の海洋法の条約が発効しましたんで、これによってですね、どのように変わっていったのかと。で、特に韓国は、それまでは、海洋法の前まではですね、日本を見て、日本から学ぶ、マネブをやってたんですが、この頃から海洋法とアメリカを見るようになってきました。で、台湾については全然知らなかったものですから、これを調査したい。もう当然、日台間にですね、差が生じると思ったわけであります。で、韓国については3回ほどですね、そのうち2回は非常に長い時間を費やしましてですね、調査研究をしてましてですね。で、2019年の6月にアジア成長研究所から論考という形で出させてもらってまして、今読んでも、よくできてるなと。
思います。岸本さんにお世話になったんじゃないかと思っていますけれども。で、まあ以上、同梱の漁業法制度がですね、現在どのように変遷していってですね、どう変わっていったのかを比較したい。比較から学んでいきたい。で、比較から、特に、まあ三国に助言したいですけれども、特に私が思うには一番出来が悪いのは日本ですから、日本に助言したい。助言しても効くかどうかっていうのはまたこれも疑問なんですけども。で、これがもうようやく慣れてきましたけれども、これが論考ですかね。寄稿論文で、2019年の6月、アジアへの視点の中にですね、入れさせてもらいました。で、この時は、9年ぶりの訪韓で、韓国全土をですね、済州島も含めて回ってきました。2週間ですね。で、その後、ちょっと文系大学のキム先生、この人は長崎大学行ってましてですね、日本の漁業権の制度をすごく勉強した先生で、それでですね、とても参考になった論文があって助かりました。で、今回台湾行ったらですね、日本語の論文誰かありますかって聞いたら、残念ながらないんですが、ぜひ、まあ、英語でもですね、それから、まあ、台湾語でもいいんですけれども、さらに突き詰めたいと思っています。その前の2010年にはですね、これ、当時、八田先生から研究費を出したわけだ。政策大学で、この時ですね、韓国に行ってきたのが、もともとの始まりで、この3回でですね、まとめ上げた。で、まあ、調査の目的は、今言った通りでございますんで、ちょっと繰り返しになるんで、ここはですね、こっちか。で、まあ、台湾の漁業制度、特に漁業権と漁業協同組合ですね。台湾では漁界と言います。それから、今回よく、やっぱり近代化したのが、大型漁業、国際漁業でありますけれども、この様子をですね、比較しながら見ていきたいですし、それから、韓国行った時はあんまり見てないんですけど、今回若干、台湾では見てきたのは自然環境の保護ですね。それから水との関係、こういうものについてもですね、できる限り、分かった限りは言及したいと思っています。で、まあ、漁業省、日本の水産庁、それから漁業省の中にある漁業監視センター、それから大学がですね、ちょっと特徴的に両方違うんですけど、高雄科学技術大学。これは高雄のその漁業関係の大学と科学関係が合併したと。それから台湾海洋大学は、はもともとやっぱり海洋と水産がその強いところでありますし、さらに日本ではもう桜エビが今、消滅の危機を迎えておりますけれども、台湾のこの東港、これ高雄のすぐ南でありますけれども、ここを見てきましたし、高雄の漁港の建設現場も視察してきましたけれども、どうもやっぱり、台湾もですね、公共事業っていうのは、見てて、まあ、彼らにも言ったんですけど、過大投資になる傾向があるんで、日本も漁港投資してですね、閑古鳥が鳴いてる八戸だとか、塩釜だとか、気仙沼だとか、こういうところも見てこいというふうには言ってきましたし、自然関係の話で言えば、もともと湾だったやつをですね、道路を通して、湾口を閉じちゃって、マングローブを作った大砲湾。これも高雄の近くでありますし、水産加工業者を見てきたんですが、この人は養殖を兼用して、やっぱ水の問題、温暖化の問題を提起しておりましたし、それから台湾の水産研究所はですね、基本的なことだけを勉強して、
させてもらってきましたし、森川海の関係を勉強させてもらってきました。それから魚介はですね、やっぱり時間が足りなくて、まあ表面的なお話で終わってますけれども、大変有意義だったと思います。それから、まあ、自然環境の研究で言えばですね、台湾の私立大学まで行きました。ここはなんか、もともと日本の高等師範学校だったというところであります。で、まあ、簡単にですね、言いますと、日本の漁獲量っていうのは1200万トンあったんですが、今、もう凋落しまして、400万トン弱ですね。台湾は、ちょっと統計の取り方にもよるんですが、約100万トン弱。で、韓国は伸びてきてですね、もう20年前、30年前はですね、日本の8分の1だったんですが、今ではほとんど同じになってきまして、その大きな要因はですね、韓国の場合はもう養殖業がですね、発展してきたと。で、ここはもう完全に私は漁業権のですね、改革だなというふうに思ってます。で、日本は130万トンあったものがですね、91万ですし、台湾はこれは海の養殖はほとんど発達してなくてですね、内陸の内水面と海岸線の養殖です。で、漁業者数はすべての国が減ってんですけども、まあ、日本も一時は70万人、韓国ももっとありました。で、台湾が、王さんからですね、台湾の代表部のですね、もらった数字だと32万6千という数字なんですけど、こんなにいるのかなというふうに、どうやって支えてるんだろうなと思う数字であります。で、まあ、ちょっとイントロダクションで言えば、世界の漁業生産量がですね、こういう状態で、私が生まれたのが1950年代ですけども、2000万トンだったのが、今、その10倍以上、11倍の2億1900万トンです。で、まあ、韓国と台湾はこの中には乗ってきませんが、日本の凋落ぶりはですね、ここで言えば、日本はピンクのところでありますが、1974年から92年まではですね、世界一の漁業大国でした。で、これ天然の漁獲の推移でありまして、世界を見たらわかるんですけど、もう1980年代後半あたりからですね、9000万トン前後で全然伸びなくなっています。で、中国が水色のところがあるんですけど、これ全体で今6000万トンぐらいですが、中国の数字はもう国際的にこれはもうデタラメだということがわかってまして、多分これのですね、よくて3分の2、悪ければ半分ぐらいなんで、もっと世界の漁業生産量はですね、少ないと思います。ただ中国がですね、一番であることには変わりありません。で、これが養殖のですね、漁業生産量の伸びであります。で、中国が、このくらい、7、あの、7、えっと、7、えっと、7200万トンという伸びで、数字でありまして、次がインドネシア、それから、インドだとかベトナムであります。ほとんど、それで問題は内水面の漁業ですね。海の養殖ではありません。で、まあ、具体的な数字を見てみますと、中国ちょっとさっき、まあ、6000万トンって言いましたけれども、8595万トンであります。で、日本は412万トン。で、
これは、FAO に出した統計で1年遅れなもんですから、今は389万トンであります。で、養殖のところには、韓国がですね、日本をはるかにですね、しのぐ量をですね、取って上がっております。で、これが日本のですね、世界のランキングを示した図でありまして、1970年代を取れば日本が全てで一番だったんですが、これまあ、便宜上、1980年代から出してますけども、漁業養殖業が世界一で、養殖業はですね、このあたりから世界の2番目です。これ70年代は養殖もですね、どっちも世界一でありますけれども、今は養殖がですね、12番目、漁業の方がですね、10番目という惨憺たるありさまで、それでも直そうとしないんですから、どうなってんですかね、日本人のこの頭の中身がですね、すごく不思議な国ですね。で、これがおお日本のですね、漁業生産量を見てきた状況であります。で、遠洋漁業というのは外国の200海里内で取ったり、公海でですね、取ってきたりする漁獲量でありますが、ほとんどが外国の200海里内ですね。ただ、現在はほとんど締め出されましたから、公海でカツオマグロ漁をやってる部分が大きいですね。それから黄色の部分は沖合漁業って言って、日本の200海里内でですね、まあ中型からですね、少し大きめの漁船で巻き網だとかトロールで操業する漁業ですが、これも700万トンくらいあったんですけど、今、180万トンになりました。で、まあよく水産庁が言ったのはですね、この青い遠洋漁業から締め出されるので、この沖合漁業と沿岸漁業、次に説明します。その青いところじゃない、灰色のところだとか、赤い養殖ですね。海面養殖業というのは海での養殖です。これを進行させましょうということを言ったわけでありますけれども、口先だけで何もこれをですね、実現できなかったということが、この結果から分かってですね。沿岸漁業もですね、90万トンまで減ってしまいましたし、227万トンがですね。それから、海面養殖業についてもですね、130万トンぐらいあったんですが、今ここには110万トンって書いてありますが、91万トンまで減っています。で、内水面もですね、困ったことには、100万トン以上あったんですけど、これも2万5千、25万トンぐらいまでですね、減っております。で、これがそのピークからですね、どのくらい減ったのかということをですね、沖合漁業の場合は500万トン以上減ってますし、で、遠洋漁業が380万トン減ってますし、沿岸漁業が140万トン。それから、世界で養殖減ってるのは日本だけなんですね。これも本当に恥ずかしい限りでありますし、まあ、遠洋から締め出されて400万トン失ったのは結構なんですけど、沖合漁業も200海里、沿岸漁業もですね、これまあ大体、沿岸、岸寄りの12マイル以内でやってるのがですね、140万トンですから、これを失政と言わないで何て言うのか、外国のせいにするのか、できないはずでしょう。こんなことをですね。で、漁業者も当然これだと減ってきますんで、70万人いたのがですね、今はですね、12万9千人で、問題はここがあと高齢化しててですね、まあ、農業も、まあ、本間先生よくご紹介するけども、農業ほどは高齢化してないんですけど、それに準ずるぐらいですね、高齢化してまして、だいたいもう半数近くが65歳以上のですね、高齢者であります。それから、じゃあ、
日本の国内でですね、水産物が生産できなければ、外国から買ったらいいじゃないかと、こういうことでありますけれども、まあ、最近はほとんど買い負けをしてまして、お金は結構金額は出してるんですけど、外国の方がもっと金額を出して、魚食ブームになっておりますので、380万トン輸入してたのが、ほぼ55%ぐらいの220万トンまで売ってきたということでありまして、国内からですね、魚は生産できないし、外国からも買えない。どうすんだということなんですが、まあ、だけど若い人から言わせるとですね、じゃあ魚は食わなくていいんじゃないかというような感じが見え見えでわかりますよね。じゃあ何食うんだ、畜産肉かつ。ですけど、まあ、これも本間先生の方が私より詳しいでしょう。畜肉だっていつまで食えると思うんだということですね。餌の問題があるし、環境汚染の問題があるしですね。ということで、日本の食糧戦略っていうのを本当にどう考えるのか、外交防衛っていうのを一生懸命防衛庁と外務省がやってますけど、食料だとか、こういう環境だとか、水の問題考えないで、どうやって国を守っていくんだというような気が、特に最近はしているところであります。ですから、肉とですね、魚の、消費量がですね、2011年で逆転しまして、こう下がってくるんですが、まあ、私の予想だと、あと10年後にはですね、この肉も魚も相当下がってくるんじゃないか。食うものないよと。まあ、または日本に外国人が来て、日本人が買えないで、外国人だけその食料を買っていくんじゃない、食べていくんじゃないかという気もいたします。まあちょっと一つの例でですね、魚が取れない例のうちのですね、サンマですが、ようやくこの前私のうちにもですね、20匹ほどサンマが泳いできましたけれども、60万トンぐらい1960年頃にはあったんですが、今1万9500トンになりまして、どこに行ったのかなという気がします。もちろん、これ資源管理の問題だけではないというのはわかるんですが、それにしても、ひどすぎる状況にどういう手を打つんだと。で、ちょっと、そろそろ台湾に入りますが、台湾の漁業生産量も、これ FAO の統計で、次のですね、台湾政府からもらった統計とはですね、少し様相が異なるんですが、傾向は似てると思うんですけれども、やっぱり、少しずつ衰退をしています。まあ、日本の衰退に比べれば、程度は随分緩やかでありますが、この統計を見るとですね、約、漁業と養殖業で70万トンでありますが、一方で、これは台湾政府からもらった数字だとですね、87万トンぐらいであります。ファーのやつは、海藻が入ったり入らなかったりするということがありますので、そこの差が出てきてるんじゃないかなというふうには思います。まあ、価値はですね、これに大体5倍をかけてですね、4000億。日本の場合は今、1兆5000億ぐらいでありますんでですね、4分の1ぐらいのですね、数字じゃなかろうかと思います。それから、これ、さっき言った漁業者数がこんなに多いのかと、漁業生産がですね、少ないのにということでありますが、これは、今日多分聞いておられる先生からですね、台湾経済部の次長ですね、駐日代表経済部の次長からもらった数字でありますので、この通りだろうと思うんですが、どうやって生活してるのかなというふうに思います。で、じゃあ、この韓国との比較でありますけれども、もう恥ずかしい限りでありますが、一番ピークには8倍ぐらい開いてたんですけど、今、390万トンとですね、360万トンで、これであと2、3年で多分韓国に抜かれるんじゃないかと思うんですね。特に、まあ、この養殖ですよね。養殖は、一応名称は韓国の場合はですね、漁業権のままなんですけど、
実際はですね、漁業権制度は維持はしてるんですけど、実際に許可の出し方はもう漁協経由で出してなくて、直接許可の形を取っててですね、漁協経由だとみんなしてですね、寄ってたがって漁協の利益になるようにですね、大きいやつは、お前はもう養殖やるなみたいなことになるわけですね、日本の場合もですね。それらがなくてやってて、特に韓国の場合は、大規模な養殖に対しては、全部、事実上の許可制を敷いてる。漁村経っていうのがありましてですね。要は、日本の昔の頼母子講みたいなやつですか。その中でやってる、本当に沿岸の小さいやつはですね、まだ漁業権制度は使ってますけど、そっちの方は、ウェイト的に見てもですね、大きくないということがこの差になっているというのがわかるんですね。で、まあ、歴史的に見ていくとですね、日清戦争があって、台湾の併合があってですね、明治の漁業法を入れていって、まあ、いつ漁業法を台湾に持ち込んだかについては、今回ちょっとそこまでわかんなかったんですが、次回以降ですね、きちっと、特に漁業省を中心にですね、台湾、それから海洋大学の先生を中心に聞き取ればですね、わかると思っております。で、まあ、本当に基本的なことを調べに行ったんですけど、戦後、台湾の漁業制度はどうなったのかということをですね。で、旧明治漁業法でですね、日本の場合は、漁業権という制度、これ江戸時代の慣習をそのまま法律にしたもので、地先で魚を取る権利と、地先のちょっと沖にですね、よその人が来て取る漁業権と2つあってですね、今これ両方とも合わせて共同漁業権という形になってるんですが、この漁業権が一つあるのと、あとは区画漁業権って言って場所を区切るもんですから、これもとも、養殖のための漁業権です。まあ、ただ、明治漁業法の場合は、これ各自に、一人一人に漁業許可を出して、これを戦後の昭和37年の漁業法改革で全部漁協の下に置いていくんですけど、一応、その制度改革ということで、漁協中心に漁業を発展させようとしたのが、逆に足を引っ張って日本のですね、養殖をダメにしたと。これは特定区画漁業権と言いますけれども。定時漁業権についてもですね、これ実際定時というのは、資本漁業に近いところがあって、漁協をいちいち関与して出すもんじゃないんですけど、漁業権という形をとってですね、漁協と必ず話し合いを持ってという形を取ったということですね。それから特別漁業権というのは、まあ、漁船漁業です。で、当時はもう全部漁業権という名前にしたんですけど、これは、その後はですね、漁業の許可という一人一人に許可をすることになっていくわけですね。で、明治漁業法の場合はですね、漁業権と入り合い権、よそから入ってくる人たちにもですね、漁業の権利を認めてましたとともに、この漁業権と入り合い権にですね、お金の価値を与えたわけですね。おかしい話ですよね。場を占有したらそこが金になる。魚をなんぼそこにいて、それをどれだけ取って経済価値を生み出したら、それが担保じゃなくてですね、一つの貨幣評価になるっていうんだったらわかるんですけど、こういうことが始まって、ただ、まあ、経済的な分析も明治のあたりはできないでしょうから、戦後、特に現代になったら、こういう物件みたいなかかあのおおおお評価をですね、やめていかなくちゃなんですが、この物件があるためにですね、開発側がやってきたときに、漁業者の方はですね、これ物件ですから、外から入ってくる人間のですね、開発行為をこれを要するに許可するというか、配慮する権限をですね、土地、建物と同じような権限になるものですから、ここを使うわけですね、漁業者はですね。それから、あとは、組合が今言ったように、昔は漁業組合って言ったんですが、
今はですね、漁業協同組合と言いますけれども、この漁業権の保有を明確にして、ですから担保価値があるんで、経済事業をやらせるようにした。で、ここも漁界と漁業組合がどういうふうになってんのかということを随分聞きたかったんですけど、なかなかやっぱり時間がなかったと。漁界は3つほど行きましたけれども、本当に入り口の議論だけになってしまったということです。で、今回いろんなところ行きましたけど、まず、漁業委員会、農業委員会の漁業所にですね、行きました。で、ここで、名前が出てます、知性所長ですね。私のこの写真で言えば、右隣の人でありますけれども、専門がですね、農業の専門家でありまして、学位もそちらの方で取っておられてですね、ずっと話をしましたんですけど、やっぱり、漁業の専門じゃないもんですから、逆に幅広い非常に知識をお持ちになってるなと印象をしました。で、その張所長の右隣にいる方がですね、国際漁業、遠洋漁業を担当をされてるですね、林長英先生でありまして、私とはですね、ミナマグロの、それから太平洋の交渉でですね、知り合いになって、彼はもうずっと私のことを非常によく覚えてくれてました。構造はこういうふうになってまして、中央の下に農業委員会があって、その下にですね、漁業省があると。地方は、それぞれ地方のですね、組織の下にですね、漁業の部門があると、こういう構図であります。で、もうここではですね、調査の目的は、説明しましたから割愛しますけども、張所長が私に言っていたのはですね、台湾の漁業法は、当初は日本の漁業法を習ったけれども、13年を経てですね、大幅な修正をした。日本は全然大幅な修正してないんですが、今も大幅な修正を検討しておる。で、台湾の一つ養殖の特徴はですね、ここ日本と決定的に違うのは、海での養殖は、台湾のあそこの地形と、それから沿岸線を見ればわかるんですけど、養殖できないわけです。で、今後はですね、海面養殖をやりたいと言ってますが、非常にチャレンジングでできるかどうかですね、相当やっぱり養殖生けすをですね、近代投資をしながら頑丈にしていく必要があると思います。で、漁業の方はやっぱり資源の状況が変わるんでですね、それから国際、台湾は国際漁業が盛んであります、遠洋漁業ですけれども、これを変更する必要があると。で、心配なのは、若者を中心に魚食離れがある。で、ちょっと以下複雑なコメントって書いてありますが、通訳を通じてずっとやってますから、言葉がまだ練れてないんですけど、張所長が言った通りを書きますと、漁業法を改正するに際してはですね、漁業者の権利に言及することは困難である。要するに、漁業権を取り上げるだとか、漁業の許可をですね、取り上げるだとかっていうのは、そんな簡単じゃない。または大幅な変更はそんなに簡単じゃないという意味だろうと思います。で、資源の状況を見ると、直していかなくちゃならない。で、漁業者とはコミュニケーションを図りながら進めていきたい。で、ちょっとコミュニケーションを図らなくなると、やっぱ相当批判されると。補助金の問題一つとってもです。そういうことは言ってましたし、資源の状況に合わせて、変えていきたい。で、台湾の漁業政策で一番変わったのはですね、遠洋漁業の部分です。で、90年代からですね、台湾は、IUU 漁業という認定をですね、受けまして、特に2008年ですけれども、EU にですね、法律ができた後にですね、
台湾の漁業、これ韓国もそうなんですが、IUU ということで、レッドカードまでいかなかったんですけど、イエローカードを出されてしまったと。で、台湾と韓国と日本漁業の違いというのはですね、日本以外は外国輸出に非常に依存しているわけで、日本は依存してないわけですね。ですから、イエローカードを出されて、EU だとかアメリカに輸出できなくなるとですね、これ漁業に相当ダメージだということでですね、逆に言われた通りですね、対応しないとダメになるということで、遠洋漁業のですね、改善のために相当努力を払っていきます。これ、漁業種類別の構成でちょっと古いんですけど、こうやって見るとですね、遠洋漁業のところがピンクですね。ピンクっていうか紫でありまして、半分以上これが占めてるわけであります。それから、内陸の養殖が一番上の深緑のところでありまして、これが次に大きくてですね、海面の養殖が黄色で、沿岸域の沿岸漁業だとか海面の養殖、要するに台湾の周りの漁業は、ほとんどやっぱり未発達だということがですね、これでわかると思います。で、これはですから EU からの圧力を受けて、フィッシャリーモニタリングセンターというのを作っていってですね、で、私が説明を受けているところで、そこの右側がですね、台湾船のその世界展開の様子をですね、これは示してもらって、本当はもっと画面がいっぱいあるんですけども、ちょっとスペースの関係でこういうふうにしました。で、EU にはですね、IUU 対策法ができて、まあ、要するにそれに基づいて協力しない国についてはイエローカードを出すということでですね、2015年からの9月から19年の間はイエローカードが出ていたんで、直さなくちゃならないということで、遠洋漁業についてはですね、徹底的に透明性を図っていって、規制もきちっと導入していったということでありまして、国内法上もですね、IUU 操業を行った漁船にはですね、厳しい罰則を科したと。で、これが全部台湾船のですね、漁船の操業位置がですね、全部わかるわけです。日本船はこういうデータありません。日本は輸出してないから、EU が圧力をかけてこない。まあ、今回の総合的な理由では、私の理解はそういうことです。で、アメリカに対して韓国が EU だと言って圧力をかけて、韓国も直してくれます。だからどうして日本には圧力をかけてくれないんだとこう言ってるんですけど。韓国にアメリカが圧力アをかメけリてカくです。る。これで直していきます。で、奴隷労働みたいな操業をしてるみたいなのも、アメリカが随分韓国に対して圧力をかけていった。両方にかけてもらった。そうなんですよ。ならば、やっぱ国内さ、昔だと、戦前だと、例えば戦後直後だと、缶詰だとか、鯨油だとかを売って、外貨を稼ぐから、ですね、貧しい頃は。それを全部やめてしまって、国内に、あとはだからマグロなんかも、水銀の問題があったり、アメリカ国内の侵攻のために、日本は輸出するなと言われて、国内で全部消費するようになっていくわけです。それが、まあ逆に作用しているところもあるということだと思います。まあ、要するに日本が自立できんだったら、外圧はいらないんですけど、大体どこも外圧ですよね。農産物の輸入開放だとか、あれも外圧ですよね。政府調達なんかもみんな外圧じゃないかと思います。まあ、恥ずかしい限りですね。はい。で、あとは、高雄の科学大学でのですね、講演会をしてくれっていうので呼ばれます。まあ、大学の制度を勉強に行くっていうよりは、高雄とですね、台湾海洋大学については、むしろ、日本の漁業管理と生態系の再生対策だとかですね、いろいろお話をしてくれということで、
講演をしてきました。まあ、この高尾の大学では、一応全部、私が日本語で話して、中国語に翻訳してもらう形式で進めました。で、まあ、この大学のですね、劉文庫先生が全部こう取り仕切ってくれまして、まあ、学生どのくらい集まったんですかね、50人ぐらいじゃないかと思いますが、質問が出たのは劉文庫先生ともう一人名前聞いたんですけど、ちょっとわかんなくなりましたけども、まあ、データの収集が一番重要であって、韓国でも台湾もですね、データ収集の程度が低いということと、やっぱ補助金を対応してると。でも、その補助金をですね、28%、これ燃油の経費なんですけども、これを14%まで減少をしているというようなことを言ってました。それから、もう一人の大学の先生はですね、遠近海の漁業については、タック導入だとか、MCS ですね。これはモニタリング、コントロール、サベイランスの略で、まあ、取り締まり、罰則、こういうものを入れるということについてはですね、遠洋漁業はいいけど、遠近海については無理じゃないかと。で、むしろ遠近海についてはですね、特に高雄の付近を中心に、工場からの排出等々がですね、沿岸漁業に与える影響があるということで、私からいいアイディアはないでしょうかというようなことを聞かれました。で、こっちが台湾海洋大学でありまして、副校長の蔡漢華先生によるですね、開会の後にですね、精神先生がですね、司会をしてくれて、進みまして、こっちの特徴はですね、前の高もそうかもしれませんけど、もう、やっぱり留学生が非常に多くてですね、留学生が活発にですね、台湾の学生よりは、質問してくれてます。で、まあ、はっきりしていることは、やっぱり台湾はですね、国家存亡の意味合いもあってですね、外国との関係を大事にしたいと、留学生を受け入れて、教育とですね、技術移転をですね、進行したいと。それによって、まあ、台湾の国際的な地位をですね、維持したいと。で、どっかの国がですね、私が行った時にですね、中国側にスイッチしたと、こういうことを言ってて、もうそこの学生はもう返そうかなと言ってたから、そんなあんまり短期なことはやめておけと。もういつまた戻ってくるか分かんないんだから、というようなことを言った覚えがあります。で、マレーシアの学生がですね、鮭の漁業を小松先生は説明されましたけれども、資源管理の失敗はですね、政府や漁業者の資源管理の内容をですね、変更しなかったせいでしょうかと、こういうことを質問されましたので、まあ、それも非常に大きいと。まあ、多くの関係者は立ち上がらなかったわけですね。未だに立ち上がってないんですけど、この中の大きな理由っていうのは補助金だろうと思うんですね。で、特にやっぱりちょっと最近ひどいのは、積立プラスというですね、漁業共済制度の補填にですね、まだ二重、三重のですね、補助金を提供しているということで、この漁業補助金がですね、だいたい今2800億の水産予算のうち、600億から800億を占めて、3分の1ぐらいを占めてて、で、結局はだからイノベーションだとかですね、調査研究の方に金が行ってないということであります。まあ、昨日も大日本水産会の会長とも補助金のですね、話をしましたし、まあ、先週は水産庁長官との話もしましたけれども、まあ、ちょっとどういう話をしたかについては、ちょっとここではですね、オフレコにしておきたいと思います。ただやっぱり、
補助金も含めてですね、こういうなんか、いろんな補助事業も含めて、データを取り得る手段にはなるわけでありますので、お金を配ったときにですね、その分、経営データだとか創業データを取り得るということがあるんで、アメリカもそうやってますから、そういうやっぱり使い方をして、徐々にデータを貯めていって、こういう対策にするかっていうのをデータを通じてやっていかないとダメじゃないかというような話はしております。で、やっぱ、私はまあ学生ですから意図的に言ったのはですね、改革を訴えてこれを主張するためにはですね、主張する人っていうのは多くを学んで自分の主張を裏付ける必要がある。つまり知識と教養と経験をつけていかないとダメだと。そのために重要なのは教育でもある。だから皆さんが今、これを台湾で与えられている教育というのは非常に重要であります。だから中国人の学生は、日本は2018年に漁業法を改正し、漁業権を廃止して IQ 制度を導入して改革したのではないかと言われましたので、日本の2018年の漁業法改正は、改革からはもう全く程遠くて、漁業権は廃止しなくて、単に漁業者間のですね、漁業権を受け取る優先順位を廃止しただけであって、漁業者が他の人に優先している状況は全然変わらない。から、IQ もですね、身内にだけ配ってしまって、まあ、排他的になってしまってるし、私たちが言ってるこの、IQ ってのは国ごとのそうですね、漁獲各割国割り当当てて、る。インディビジュアルクォーターでありまして、本来はこれをですね、譲渡可能にしてですね、集約を図っていくということが必要なんですが、これを ITQ というんですが、それはまだまだ先の話になっているので、衰退はその進んでいくと。で、何か、この中国人の学生はですね、漁業権を受け取るために責任と義務はあるのかから、新しい法律では適切かつ有効にという規定があるけれども、何言ってかわからん。要するに、こんな日本語では何言ってかわかんないし、その後の定義も何も、書いてないし。だから結局はですね、漁業権の優先順位を変えたんだけれども、実際は現状と変わらない。これが問題です。で、PNG の学生はですね、PNG でもこれから漁協をですね、入れていきたいと思ってるし、ある程度入れてると。で、漁協の何が問題なんでしょうかというから、漁協が全部悪いわけじゃなくて、日本も発足当時はそんなに悪くなかったけれども、100年も要するに漁協を置いたままにしておくのかって考えられないわけですよね。10年とか、まあ長くて10年ぐらいならいいですけど、50年も経ったらダメでしょう。だから多分、まあ、今回も時間がなくてあれだったんですけど、できなかったんですけど、台湾の魚介もどうなってんのかということですね。変わってんのか変わってないのか、日本よりは変わってることを期待してるんですけれども、そういうことも見てみたいなと思います。で、特に漁協の場合は、日本の場合は漁業権っていうのを、直接行政庁が漁業者に配るんじゃなくて、漁協に全体のこの束になった権利を与えて、漁協がこれを配分するわけです。そうすると漁業者は、どうしても、漁協の言うことを聞くようになる。そうすると、やはり、その資源の管理だとか取り締まりっていうのがですね、本当に法律と科学に基づいたものにならなくて、漁協の中の人間関係だけになってしまうということであります。ということを言ってきます。で、ちょっと皮肉的に私が言ったのは、太平洋諸国もですね、PNA って言って、これ、パーティートゥナールアグリーメントって言うんですが、入域する漁船にベセルデーって言って、お金を徴収するシステムを持ってるんですね。だから日本船も台湾船もですね、入っていけばお金を払わなくちゃ。私からすると、人類共有の財産をなんでこの PNA の国々がですね、金を調達するのかという気持ちがあって、こういうことを言ってるんですが、お金を結局、ただ徴収するだけではですね、
このお金は将来怖い作用をするかもしれないよということを言って、あります。だからまあ、お金と改革の努力をするということと、お金には気をつけた方がいいということですね、というから、その通りですと、こう言ってあります。で、水産教育についてはですね、大学を出してもらったんですけど、台湾大学は9つの帝大の一つですね。ここは今回行ってません。で、台湾海洋大学と、ここには入ってませんけど、台湾私立大学には行っております。で、桜エビはですね、日本のその駿河湾で、8000トンぐらいの漁獲があったんですが、今、100トンちょっとまで衰退してですね、ほとんど台湾から買ってる恥ずかしい状態です。台湾が恥ずかしいということじゃなくて、日本が恥ずかしい限りということです。で、行ったらですね、台湾の漁船の船上で選別作業をしてて、その下にですね、桜エビの競り風景って書いてありますが、ここもさらにですね、岸壁で選別作業をやってて、合計でですね、全部で、4時間ぐらい炎天下30度のところでですね、選別作業をしてるんで、これじゃあ、要するに品質が劣化するんじゃないかと。で、この瓶に入った桜エビをですね、私もらってきて食べたんですけど、もらってきたときはですね、なんか美味しそうだなと思った。飲み帰ってきて食べたら、やっぱ劣化して、劣化っていうか、食べられて美味しいことは美味しいんですけど、やっぱ格段に日本に比べて劣ると。だから、鮮度保持をちゃんとやれというふうには言ってます。だから指導はなんぼでもしますよということは言ってるんですが、ただ、台湾の方はですね、桜エビは日本ではですね、タックは全然ないんですけど、漁業者が抵抗してですね、で、操業が11月の1日から5月31日まであってですね。で、年間の漁獲枠が、800から1000トン程度でタックを決定しますけれども、これは水産試験場からのアドバイスの値で、で、ここも本当はどういうアドバイスをしてるのか、それからこのタックっていうのが、強制力があるのかどうかも知りたかったんですが、後で王先生から聞いたところ、強制力は多分ないと思うよと。だからまあ、日本に比べれば、まだまだ相当マシな水準ですけど、日本は駿河湾の桜エビにタックなんか一つもないですから、ただやっぱりここもですね、まだ改良の余地がですね、あるなというふうに思います。で、120隻でこの800トンを割ると1日あたりだいたい150キロを取ってきて、違反したら漁協が没収して、それは加工品として私がいただいたような形のお土産になるんだろうと思いますが、で、95年頃には1800トンのタックがあったけれども、この時までは周年操業したけれども、多分資源状態の悪化だとか、さっきあった、これ、高雄の南の海域ですから、海洋環境が悪かったりしてですね。で、800トンに下げて、一時500トンまで下げたと。で、まあ、漁期前調査をやって、頭の中に黒いものが入ると、これ産卵の兆候なんですけれども、これがあると漁獲はやめて、魚体の3センチ以下は採集できないと。これは日本のですね、桜エビの規制もほとんど同じです。で、去年は900トンに設定して、上限値はですね、1000トンだと。ところが、日本のバイヤーの要請があったので、1000トンにしたんだけど、値段を上げてくれなかったので、今年は下方修正をした。で、さっきの桜エビの選別作業ですけど、もうものすごく暑いわけですね。10時半に雨を漁場から上げたって言うんですけど、4時間も作業してれば、ろくなものにはならないわけですね。で、まあ、この、大志文さんが漁協の専務でありますけれども、
結構いい値段で売ってて、収入がですね、2500万ほどあってということです。総売上も23億ほどあると。で、台湾産の桜エビはですね、資源管理をしていることと PR すると、日本も桜エビはですね、タックも IQ も設定してないと。なんか、あたかも台湾産の方が悪い悪いと言ってますけど、こうしてみるとどう見ても、台湾の方が優れてるなと。だからマーケティング上もですね、こっちをですね、PR した方がいいんじゃないかと言ってます。まあ、前段の下りがあって、日本が高い値段で買ってくれないということもあって、専務はですね、日本だけがマーケットじゃないと。台湾にも売るかもしれないよと言ってましたけど。まあ、あんまり、だからちょっとこう、もうちょっと仲良くしながらやったらいいと思いますね。これこっちの北の方に高雄があって、ちょっと10キロぐらい、10キロ、まあ5キロかな、10キロぐらいちょっと南の方なんですが、やっぱり桜えびっていうのはこの川があった、その近く、例えば駿河湾の場合だと、富士川のあたりとですね、大井川のあたりに漁場形成ができるんですけども、この川の水が非常に重要で、したがって川の水が汚染されたりすると、これは資源の質に影響します。で、なんで結局選別作業にですね、時間がかかったかと言ったら、これがですね、混獲の魚なんですね。でも、イワシみたいなやつだとか、ちょっとまあ、なんていうんですかね、ハモみたいなやつですかね、ちっちゃいやつが、桜エビと混獲されてて、これの選別いるわけです。で、日本の桜エビは一切混獲がないんです。だから、パッと揚げて、パッと冷凍できるんですけど、彼らは、これの作業を船上でやって、岸壁でやって、それも30度のところでやってから、これで資源が劣化するんですが、だったらやっぱり漁協かなんかの施設で入札するところで、ちょっと0度ぐらいか、まあ10度ぐらいのところに持って行って作業するだとか、混獲を回避する漁具を導入するだとかですね、完璧にできなくてもですね、そういうことが必要じゃないかなというふうな話はしてきました。ただ、この赤が数量で1000トン前後なんですけど、価格を見るとですね、単価も、それから縦のやつが、生産金額ですけど、右肩上がりで、要するに年々日本が不漁でですね、もう桜エビを台湾に頼らざるを得ないんで、値段が上がってるってことがわかると思います。で、そのさらに南に、大宝湾というマングローブがあるんですけど、ここはですね、もともとは湾だったやつを、湾を閉じるような形で、高速道路を通すわけですね。で、高速道路を通したんですけど、一方の端をですね、ちょっとちょんぎんちゃって、この湾の、湾とこうくっつけたわけですね。そのくっつけたところに、マングローブ園をこういうふうに出したわけでありまして、人工のマングローブとですね、それから天然のマングローブと、それから石積みだとかをですね、こうやって作ってありまして、水の浄化をですね、努めてやろうとしているわけであります。で、これはスミソニアンのですね、デニス・ウィークハム博士の紹介で間接的に分かって私が訪問するようになったんですが、で、ここに行ったですね、チェコの、このネイチャーベースソリューションというか、この自然再生型のですね、湿地帯造成だとかマングローブ造成がですね、どれだけ浄化に貢献してるのかということを研究している先生の論文と、この大宝湾のやり方はですね、ほとんど貢献してないというふうに言ってます。で、漁業の話でちょっとやめておいじゃあ、て。とりあえず、この辺で、今までの小川先生のお話に対して、ご質問、あるいはコメントとかありますか？単純な質問でいいですか。あ、どうぞ。一番最初の方で気づいたんですけど、
日本と台湾と韓国と2つありますよね。台湾にのと漁業の生産性のビルはどうですか？漁業者が37万に対して生産量が半分だと9.7万に対して半分。何だって19万に。あれ、9ですね。それよりも、なんでこれ、ものすごく生産量が低いのかっていう感じで。多分ほとんどが沿岸の漁業者ですね。これブレイクダウンもらってないんで、私も正確にはわからないし、今回の台湾調査のですね、制約っていうのは、いろんなところを歩いてきて、いろんなところを勉強したんですが、みんな入り口の議論で終わってるので、あとはだから韓国でもそうですけど、あと続けて2回ぐらい行ってるわけです。で、そういうことをぜひやりたいと思ってるんですが、で、どう見ても私から見ても36万人っていうのは課題だと思います。漁業生産量が日本の1倍で、で、漁業者が日本の3倍あるっていうのは、どう見ても日本の常識からは考えられないなとは思いますので、この辺もやっぱり、聞いてみたいと思います。漁業者の定義ですよね。日本の場合も兼業なんかも含めて、ものすごい小さい、営業というか、オペレーションやってても農家とか税というのがあるので、政府の定義として漁業者がどれぐらいのものなんですか。で、さっきのデータ見てもね、ハウスホールドっていうか家族がこのぐらいで、漁業従事者の私の場合取ったんですけど、これあんまり変わらないんです。なんか、その専用ではない。先ほど台湾の、漁業統計をダウンロードしました。いわゆる構成を今見てます。全体のデータは、熊先生おっしゃる通り32万ぐらいですね。その従業者の数。専用、まあ、台湾の、中国は専用と書いてる。フルタイムの従業員は約25万弱。兼多い職ね。は7万2千ほどの兼職。そして、それよりも、台湾の漁業はですね、その構成を見るとですね、遠洋と近海部分は、そのシェアは少ない。その従業者の数は、わずか5万人弱。なるほど。5万人弱。あとの、従業者数は、沿岸漁業、内陸漁労、海面養殖、もう一つは内陸養殖。内陸の養殖、先ほど小林先生紹介されていると思いますけど、それも6万5千人もいます。だから日本の多分、従業員の構成だいぶ違います。だからまあ簡単に言うと、遠洋漁業はある程度ね、これで説明がつくと思うんですね。生産性が高くて、従業員も少ないと。ただ、さっきも言ったように、沿岸漁業と沿岸の養殖はほとんど生産性がないわけです。この統計がおかしいかどうかっていうのもあるんですが、私がキールンで見たイカ釣り、イカのお後で出てきますけど、漁船数を見ても、もう膨大な数。だから、その通り報告してるのかどうかも含めて、これクエスチョンですけど、今の質問で、それから今、大所長が言ったことも踏まえるとです。私の常識から見ると、ね、ものすごく生産量が沿岸も内陸の養殖も少なくてです。従業員の数っていうか、労働者の数が多すぎて、私は、本間先生も同感だと思うんですけど、説明がつかない。で、こういうところも調べています。沿岸部分は近代化されてます。そうで生す。産性が高いです。内陸養殖は昔の農家みたいな、そんなまだ低い生産性のままに。そうすると、その同じ漁業圏の、オリジンで日本と台湾出発して、で、日本は戦後にその漁協という制度を使って統括をして、おそらく台湾はそれをやってない。
で、その差がどういう影響を与えたのかというと、日本は要するにもう、トラフィックがどんどん沿岸業数減っちゃって、向こうは、減ってそない。のラインに残りました。その差が、結論ですって、そういうことに。ええ、まあ、その可能性も高いと。それから、もう一つ言わなくちゃならないのは、日本もそうなんですが、内水面の内陸の漁業は漁業権適用されてない。だから、あくまで漁業法の体系でやってるのは、沿岸の養殖業と漁業までなんです。あとは、遠洋については漁業の許可が適用になってて、養殖業、ない、あの、内水面の養殖業については、漁業権は一切該当適用されない。これは日本の主内面の食は日本は発達してるんです。張です。いや、ほとんど発じゃあ達してそる。れ、さっ漁き業権も、と関係なく発達してない。そうです。うなぎだとか、特に一番有名なのはうなぎ、アユの養殖ですけど、要するに、河川だとか、河川水を使ってやってるのは別ですけど、要するに、企業的にやってるのは漁業権関係。それが日本では、ね、せっかく漁業権から外れてるのに、あんまり発達してないんだと思った。まあ、やっぱり経済的な問題じゃないですね。競争力が問題。だから、一時は、車エビの養殖だとか、うなぎの養殖は競争力あったんですけど、大体韓国だとか、タイだとか、エビだとか、あれも全部、そっちに負けていきましそうすると日本の漁業の衰退は別に農協じゃ漁協の制度じゃなくて、とにかく日本は何も競争力ないんだと。どっちみち魚みんな食べなくなっちゃったし。ということが、そのある意味で内面養殖の、それが栄えなかったことで、ちょっと証明できるんじゃないですか。内水面についてはその可能性が、まあ、高いんじゃないかなとは思います。海面は違うと思います。海面はもう漁業権がある。あれがなければ、単純にその競争力であとは負けるか勝つかという今の先生の議論に持っていく必要があると思あ、います。すみません。どうもありがとうございました。今日台湾の話で、台湾の漁業はあまり、発展しないと、むしろ衰退傾向。原因を、話の流れでいくと、やはり日本の制度をそのまま踏襲しているという部分がやっぱりあるかなという気はするんですね。で今日の話にはなかったんですけど、初めから3枚目、4枚目のスライドには、じゃあなんで韓国は、漁業権を廃止っていうか、大幅に変えたっていう話がありましたけども、そこに本当に、原因を見るのか、それとも、例えば、資源管理ですね。資源管理、2つあると思うんですよ。一つは、政府としての漁業権の話。それからもう一つ、それ絡んでくるんですけれども、資源管理のやり方がやはり日本、台湾は失敗してるじゃないかっていう、それに対して韓国の、資源管理と資源管理に対する政策、うまく、そこを資源管理で、韓国と日台がどう違うか、そのあたり、少しお聞きいただきたいと思います。で、韓国は私が行った後、2019年が最後なんですけど、それからも KMI ですか、の韓国の海洋研究所の連中に何回か来てもらって話を聞いたんですけど、まず漁業法の法律体系をですね、一回ちょっとやっぱり全く無視するっていうか、脇に置いちゃって、で、漁業のやっぱり管理を資源管理中心に、資源管理法にしていって、漁業権からですね、外れるような管理を、特に漁船漁業の場合はやっていって、それからあと、資源管理の方もですね、その法律に基づいて、まずもうタクはきちんと科学的根拠に基づいて決めていって、これはまあ大事なことですけど、あとは、もうすぐそのタック業者に全部 IQ を入れていく。11業者。で、事実上、あとは IQ、ITQ はまだ制度化してないんですけど、
譲渡制のやつも、もう実際上は法律には書いてなくても、売買をですね、認めているということですね。それと、大体80の漁港を指定してですね、全部オブザーバーを常駐させて、ここでデータの管理をして、これ結構大きいですね。日本の場合はそういうのがないから、マグロで誰がどこから取ってきたのかということで、結局は、だから、タックだとか、息を決めたって、どのくらい取ってるかということが、明確に、確認できないと意味がないわけです。で、我々提言でもそれ今言ってるんです。皆さん、この IQ はね、船ごとの漁獲量の割合だと、タクってのは何で、タクとの相手の関係はどうかっていうのは、まだ説明がなかった。で、まあ、タックっていうのはトータルアラワブルキャッチって言ってですね、資源の評価をする。はい、一回。日本の場合はこの資源の評価も、昨日も大水の会長と話したんですけど、どうしてこの資源の評価がいい加減なのかということなんですが、一つ大きいのはやっぱりデータがちゃんと入ってきてないということ。それから、これ外国に比べてですね、日本のデータは2年遅れ。普通は前の年のデータまで使えるということがあって、精度が高くなるんですね。それから、あと、いろんなことが、例えば、死亡率だとか、成長率だとか、そういうことを、やっぱコツコツデータを取りながら、やっぱやっていかなくちゃ。で、それに調査研究の経費を投入しなくちゃいけないんですけど、それをやらないで、どっかで日本の場合は、AI で、アルファだとか、ベータをかけてですね、モデルに数字合わせをすると漁業者もわからんし、誰もそれを頼りにしなくなってくるという欠点があって、韓国はそれを、やっぱりアメリカを習って、不確実性っていうか知らない部分を調査で補っていくようにしたということと、タック漁師をやっぱり増やしていった。今11ぐらいあるんですけど、日本はまだ8つもないんですが、それからさっき言ったように個別割り当てにして、実質上タックにしていって、オブザーバーできちっとやってると。まあ罰則はどこまできついかわかんないですけど、アメリカだったら3000万円ぐらいの罰則、データを出さないのがそれなんですけど、日本の場合は30万だったら、マグロもデタラメ報告してもです。30万だったらマグロを1匹売ればそれで済むのやということで、そうするとこう一種のビシャスサイクル。で、台湾はそこがどうなってるのか、ただ今回聞いた限りにおいては、遠洋漁船については多分、ほとんど9割から100%それを入れたって言ってますんで、多分韓国の遠洋漁船もそうだ。これだけでも違うんじゃないかですが、台湾科学技術大学の先生ははっきり言ってましたよね。沿岸漁業だとか沖合漁業は台湾の沿岸のやつにはお目こぼししてくださいって彼らは言ってる。で、データもないですよってことで言ってます。だからそっちの方はなんか日本と似たような状態で、だからあんまり発達しない。発達してないところになんか漁業者の数だけはうじゃうじゃいるらしいんだけど、これ、やっぱり、長所長なんかも頭が痛い。こういうところで漁業者の権利なんかがあってですね、そこに踏み込むことが大変だということをおっしゃったのかなと思ってますけど、ただ今回はとにかく入り口で、各論になかなか入れなくてですね、まあ、韓国も3回も行ってみなくてもという状態です。はい、ありがとうございました。すいません。今日の参加者の一人、東部大学の李先生はですね、あと会議ありますので、先に、李先生、お願いします。どうぞ。すいません。東北大学の日々です。よろしくお願いします。簡単な質問になってまして、恐縮なんですが、3つほど質問させていただきたいと思います。最初の方のスライドで、養殖の生産量が日本は大きいのに、韓国に比べて漁業者が非常に少ないんです。その要因はなぜなのかということなんですが、例えば、あと韓国の方は規模の経済性を生かしてて、日本はそうではないのか、あるいは何らかの日本の漁業政策が日本のそういうその韓国との差に影響しているのかどうかということについて、まず第一点伺いたいと思います。から第二点は、いいです日か。本ちょっと1点ずつ答えていきますけど、ですから韓国の養殖で伸びた部分は、ある程度さっきも言いましたけども、大規模な養殖の部分で、
ここは、ですからもう、従業員も少なくて、資本投資もある程度あって、で、漁業権と言いながら、実際は、私は漁業の許可になってると思ってて、漁協だとですね、ちっちゃい人たちが寄ってたがって大きくしたいという人は足を引っ張るんですが、それがないということですね。それが大きいと思います。つまり、日本だと企業とか大規模なそういう資本を持っている人たちが参入できないことがこういうようにつながっている可能性があるというふうに理解しはい、ていいでそうしょうです。か。ね、わかはい。りました。ありがとうございます。第2点は、日本が遠洋漁業から締め出されるというふうにおっしゃってたんですが、これがちょっとどういうことか、意図的に締め出されてすると何か理由があるのかということについて伺いたいのですが、いかがでしょう。まあ、要するに簡単に言うと意図的に締め出されましたよね。アメリカ合衆国、ロシア、それからアフリカ諸国、やっぱり日本があまりにもですね、漁業先進国としてですね、それらの国々で、まあ、勝手放題取ったということが一つ。で、資源の乱獲につながったということ。もう一つは、なんで魚が日本人が取っていったのは日本市場と、で、ものすごく高い値段で売れるんだろうかと。で、日本を締め出して、特にアメリカはそうだったんですけど、日本に自分たちが売った方が早い。これはだから、あとはニュージーランド、オーストラリアも同じ考えで日本を締め出していたわけですね。ありがとうございます。最後の質問なんですが、おっしゃってたかどうかわかんないですけど、まあ、陸上養殖というのがあると思うんですが、まだ割合からするとすごく少ないかもしれないんですけど、これは、漁業権というのは適用されてないというふうに理解していいでしょうか。そうすると、いろんな大きな企業は今後潜入してこれる余地があるの、あるように思うんですけど、そのあたりはいかがでしょうか。ですね、答えはイエス&ノーですね。というのはですね、これノルウェー見たらわかるんですが、ノルウェーは陸上養殖をやって、海上でもやって、組み合わせをやってるわけですね。つまり、陸上養殖っていうと、なんか聞こえが良くてうまくいってるようですけど、世界中、日本で今ノルウェーが進出してきてるのも見たらわかるんですけど、必ずしもうまくいってないわけです。というのは、一つは、狭いスペースの中で、その魚を飼うということになると、魚の生態に合わないということになるんですね。で、もう一つは、やっぱり、その水温の維持だとか水質の維持に膨大な金がかかるということです。そうすると、その垂れ流し的な陸上養殖をして、事実上、その施設だけが陸上にあって、海との関係でですね、養殖をするという、その経済の外部性をですね、十分に発揮するっていうか、簡単に言うと、デタラメをやるんであれば、その可能性はあることはあるんですが、今後はやっぱりそういうことはなかなかできないだろうし、やれないだろうと思うんですね。それから、鮭の場合はですね、鮭養殖の場合は、これ明快なんですが、例えば200グラムだとか、せいぜい500グラムまでは、陸上の淡水では養殖できるんですけど、それから先大きくなるとですね、全部海水に行くわけです。これを陸上で養殖するということはですね、海水の調達がいるわけです。または淡水でやるとなると、生理に反することをやるわけですね。で、その時に、じゃあ塩を入れればいいじゃないかって言いますけれども、塩がですね、別に NaCl だけじゃなくて、いろんなミネラルがあって初めて塩になるということからするとですね、そんなに簡単ではないか、または中途半端な鮭なんかも、例えば本当は5キロ、6キロになるやつがですね、1キロだとか1.5キロでやめてしまうということにもなりかねませんし、で、あとはだから陸上と海上をノルウェーみたいに組み合わせて大きくなったらですね、やっぱり海上でやるという方法を取るのかですね、魚の生理に合わせて経済を考えるということをやるのかということになると思うんで、今の陸上養殖は、言われてるほどバラ用じゃなくて、ノルウェーの養殖業で、または石油をその採掘してですね、売って儲かった人たちが、ちょっとやっぱりね、税金対策もあって日本に投資してみましょうという人たちが多いんじゃないかと思います。ありがとうございました。響先生、ご参加ありがとうございました。ありがとうございました。他の、ここから質問とかありますかね。なければ、まだ、先生の話は終わってないので、よろしくお願いします。
で、まあ簡単に言うとですね、台湾もこうやってやっぱり養殖で沿岸域だとか内陸域の水を汚していって、自然の力を使いながら水質改善を図ろうとするんですけども、なかなかうまくいってないということで、で、特に水質浄化目的の敷石ってありますが、こんな石を通して水質が改善するのかって言ったら、こんなところにはバクテリアもウイルスも小動物もいなくて、そういうふうにはならないでしょうということですけど、やっぱりいろいろ努力はしてるんですね。で、多分ここしか私は見てないんで、もっと別なところをですね、ぜひ見せてもらいたいなとは思っています。陸上養殖のと、近くはですね、台湾にとってもですね、今後ともやっぱり養殖場をきちっと使っていくだとか、それからあと、やっぱ高雄科技大学の先生から出た、例えば工場排水だとか、水産加工場排水の対応だとか考えるとですね、このやっぱ対応というのは今後とも非常に重要になっていくだろうと思います。で、まあ、だからこのチェコの先生の計算ではですね、このマングローブ林はですね、まあ、機能してないと。温室効果ガスの排出の収支計算。なんかバジェットって言ってましたけども、それには合ってないと言ってましたんで、今後別なところでですね、合ってるところも当然あるんじゃないかと思いますんで、見てみたいと思います。で、まあ、私が観察した結果でもですね、これなんか、高樹林富育湿地公園、っていうのがあってですね、湾口につながる大宝湾の橋付近については、水質もこう海とつながっているところについては悪くはなかったんですが、奥まった東側の場所においてはですね、匂い、養殖場の匂いもして水質が悪いと。で、大宝湾は、まあ、もともと湾であったのをですね、道路をこう作っていて湾を閉鎖してしまったわけで、湾の外側に、まあ、当時は養殖し生産されていた牡蠣の貝殻をですね、道路建材としてですね、大宝湾、環湾道路を建設してですね、湾を閉鎖してから、という、閉鎖してしまったんですという説明を受けたわけです。で、あとは台湾の私立大学の先生ですが、結局、私の意図した通りのですね、森か海の話だとか、湿地帯造成だとかの話ではなかったんですが、私からすると、いかなるその発表研究でもですね、非常に興味があるということで、大変ありがたいこの時もですね、会合になりまして、梁子雲先生とですね、それから、孔子清、先生だとかからですね、発表があったんですが、一つは、原発と漁獲量の減少の、減少と変化の関係についての話でした。それから、カタツムリのですね、右巻きと左向きのですね、蛇に食われる捕食の関係のですね、その研究成果でした。で、まあ、両海士助教授はですね、台湾の沿岸のですね、多くの魚種の動向を調査しているけれども、台湾の原発付近で漁獲量と CPUE が減少しているので、これを調査していると。CPUE というのは単位漁獲量あたりのですね、生産量ですね。これが減ってるということですね。で、私の方からはですね、じゃあこの原発以外の理由が考えられるのかと聞いたらですね、両先生はですね、
過剰漁獲が考えられると。水温が上昇していることも考えられると。ここは加工場がないんで、汚染の影響はないと。今のところ理由は不明であると。で、やっぱ私はですね、言ったのは原発がない場所で CPE がどうなっているのか、つまりコントラストになる場所の調査が必要であるんじゃなかろうかという話とですね、ちょっと上の方で水温が、上昇してるって書いたんですが、実際言われたのは水温が低下しているということを言われましたんで、私の方からは、原発があって水温が低下する理由が考えられないんで、これを水深との関係だとか、どこの場所を測定したのかですね。これもちゃんと見てほしいなと。で、後で教えてくださいと思ってます。それから、呉昌平副教授はですね、沖縄から台湾にかけて分布するカタツムリの右巻きと左巻きがあってですね、右巻きが蛇に食べられやすいと。しかし、左はそうでないと。で、私もどう答えたらいいかわかんないんで、日本でもわさびは右と左にあるし、彼は右側で、ヒラメは左口であると答えましたけれども。まあ、だから、まあ、要するにこういうのもまた、今私もわかんないんですけれど、将来役に立つ可能性もあるんで、非常にやっぱりありがたいなと思って聞いてまいりました。で、ネイチャーベースソリューションをですね、ちょっと紹介しますと、さっきの大法案の関係ですけど、自然の力を利用してですね、欧米各国がですね、いろいろそう、湿地帯だとかですね、海岸線を修復しているわけでありますが、アメリカ政府はですね、ネイチャーベースソリューションは、生態系を保護し、持続的に管理し、自然または人口改変後の生態系を回復する行動を行ってですね、社会の課題に挑戦して、同時に人々と環境にとってですね、便益を提供することと言っています。で、米政府は政府自体の見解だとは言ってないんですが、科学者グループの推定ではあるけれども、地球温暖化解決目標の30%に NBS が貢献すると言っています。削減に30%貢献するだとか、そういう言い方もしてないんで、まあこれはなかなか簡単な、要するに評価はできないんだろうなと思います。で、まあネイチャーベースソリューションに関してはですね、2013年から、欧州委員会も積極的に入れてますし、イギリス、オランダ、ドイツ、ベルギーがですね、もうすでに導入してますし、それから国連のですね、2018年の世界水の日をですね、3日目の自然と名付けて NBS を公式に導入してます。で、これ私たちが、これ、ホワイトハウスのクオリティ、諮問、クオリティ委員会なんですけど、クオリティコントロール委員会ですが、ここで、前の環境大臣の山口壮先生と姫路の出身ですが、それから、和歌山選出の鶴保陽介先生の鞄持ちで、向こう側のですね、リリア・オランダという、この委員会のですね、担当部長とですね、意見交換をしてきました。で、彼らはもう全省庁を集めてくれてまして、連邦緊急事態庁だとか、それから、環境保護省 EPA ですね、それから住宅都市省だとかですね、海洋省だとか、それから一番大事なのは、日本の国交省に相当するのが、アーミーコープオブエンジニアリングでありまして、陸軍工兵司令部技術部長だと
か、私と、それからあと、東京都立大学の横山先生、それから岩手医科大学の松松先生、この人は生物ですね。それから、鹿島技術研究所の枝川さんとですね、それからスミソニア研究所から、デニス・ウィグハム博士にもですね、参加してもらって、広範な意見交換を行ってですね、やはり今後これをアメリカ政府は、今までもやってきたけれども、骨太に予算を多くつけてやっていくと。単なるコンクリートからですね、自然再生型にですね、重点を移行していくというふうに言っています。で、CQ はですね、コミュニティ、カウンセリング、エンバイロメントクオリティは大統領府内にあって、行政府内のですね、連邦政府の環境行政をですね、連邦政府の省庁機関と調整する役割を持っててですね、アメリカは、ナショナルエンバイロメンタルポリシーアクト、NEP、日本の、環境基本法よりもっと強制力がありますが、に基づき設立されて、各省庁のですね、環境政策の実施状況を監督し、各省庁の政策などの食い違いが生じた場合には、レフリーとして、行動してですね、NEP は CEQ に対してですね、各省庁が NEP を遵守して行動しているかどうかを確認する環境保護に関して重要な権限を与えているということでありまして、やっぱこういう機能がですね、各省庁だとか専門を超えたですね、対応を持たせるためには、今後ますます重要になってくるんじゃなかろうかというふうに考えます。で、実際の例なんですけど、例えばこれ NBS の実際の例ですけど、左側はこれ前、ウィンドミルですか、小麦のですね、製造用に水をためて、のためのダムだったんですが、これを壊して、石積みを5段にですね、上の方にはまた横に並んでる、リップルがありますけれども、ウィアーがありますが、ゆっくり流して結果的に上流にはですね、このダム、堰ですけど、日本の概念では、それと同じぐらいの水を貯めると。その代わり、水がスムーズに流れるんで、そのビフォアの方にあるようなアオコは発生しないし、魚は行き来するし、生物は繁茂するということになります。これがネイチャーベースソリューションの一例ですね。もう一つは、これ生きた海岸線なんですけど、サスケハナ川の河口にあるですね、一番上流ですね、チェサピークで言えば、そこのハーブドグラスという町を訪ねた時のやつでありますが、バルクヘッドっていう、こういう護岸ですね。日本側の堤防に比べれば可愛いぐらいですけども、この前面にはもう魚がいないというのが、アメリカのスミソニアだとかですね、バージニア大学ノアの論文で分かっています。それを全部こう取っ払ってですね、こちらの方にあるような真ん中と、右にあるようなですね、生きた海岸線にしていくわけです。こうやって三日月型にしていくとですね、経験物理ではですね、砂が溜まってくると。で、溜まってきた砂がですね、浄化作用だとか、生物の育成場になるということです。で、真ん中が、真ん中もですね、一番右も同じ場所を取ってるんですけど、ちょっと行った時期が、半年ほどずれてるので、私が取ったものでありますけれども、季節が違うというところをこう知ったわけであります。それで、あとはちょっと話がまた、台湾のですね、その漁港建設のところに戻りますが、高雄は遠洋漁船の漁港の町なんですけど、
未だに漁港を、漁港と漁港施設を拡大しています。で、これは全鎮漁港といってですね、まあ、地図がこういうような地図で、ていさんが私に説明してくれたんですけど、私の感想はですね、まあ、彼が説明するにはですね、やっぱり漁船が大型化して漁業のですね、国際化に対応しなければならないことと、外国人労働力のためにシャワー室など関連の施設を建設、整備していると。で、今135隻しか同時に入港できないんで、近辺の漁港の改修工事も行っているし、排水処理施設などについては、雨水と工場、それから都市排水を分離していきたいと。で、関連の交通の路線も改修しているし、漁船を大型化すると漁船数は減少するのではないかと私が質問したんですけど、まあ、名府研究員はですね、漁船一人、一隻あたりのトン数と船体長が拡大して大型化することと、台湾全体の栄養船がこの地に集中することから、先進漁港の近代化と大型化を図る必要があると。こんな説明なんですけど、私にすると、やっぱり八戸だとか、気仙沼だとか、塩釜見てるから、もうやめろと言いたいわけです。そのうちいなくなるよと、漁船は。ね、でも、やっぱりやめられないんです。と思って。3分です。はい。で、まあ、漁港はですね、これだけあって、漁業組合はこれだけあるんですが、まあ、高雄と基隆とですね、それから東港は行ってきました。だから本当はこれもですね、全部見たいんですけど、ただ沿岸漁業はそんなに発達してないんで、まあ、今回見た3つを見れば十分じゃないかなと思います。それから、あとは水産加工業者を見たんですが、ここはやっぱり養殖するのに一番問題なのは、水だと。で、雨水を使ってるけれども、台風が来なくて水がなくて困ってる。で、陸上養殖は、自分たちのですね、ボラだとか、スズキって言ってたバラムンディですね。こういうものには合わないと言ってます。ラスは合わない。さっきもキー先生からありましたけれども、したがって台湾のこの養殖もですね、やっぱり環境とどうやって整合性をとっていくのかということが大事です。で、あとは研究所の方ではですね、森川海の要するに研究について随分説明してもらいましたし、いろいろやっぱりこう説明もですね、何をやってるかについても説明してもらいましたし、DVD ももらってきて、研究所全体の概要をですね、私もつぶさに見ることはできましたけど、やっぱりいかんせん時間が足りないなと。で、これは北の方の基隆の漁港なんです。これだけ漁船がいるわけです。これ全部台風でですね、真ん中ですけど、これイカをですね、なんかこう火を焚いて、こうすくい上げるような漁法なんですね。イカ釣りじゃないんですよ。で、その、キルの魚介のビルはものすごく大きいんです。だから、どう見ても統計と私のニュアンスっていうかね、見た感じが合わないなと。で、まあ、ここで専務にいろいろ説明してもらいたいと思ったんですけど、どうもやっぱりすぐいなくなりましたね。残念ながら。で、まあ、今後の対応と評価で、あと1分でやりますけど、日本の漁業制度がもう休態で、2018年漁業法改正の実行が見られない。で、漁船漁業も衰退、養殖も衰退と、先進国では日本のみと。海洋生態系の修復、汚染対策もくれると。韓国はもう養殖では日本をしのいで、漁船漁業はやっぱ資源の問題があるから、少し前言ですけど、それでも安定していると。NBS 見てないんですけど、やっぱり僧侶の青竜川ってものすごく有名ですよね。
というのもあるんで、ちゃんとやってんじゃないかなと思います。で、調査に関しては、2010年、18年、19年と3回来ましたし、韓国の KMI とその後交流してますし、あとは、北京大学の今引退されましたけど、長崎大学時代の漁業法に関する論文がものすごく役に立った。で、台湾については、国際漁業については、やっぱりこの厳しい圧力を受けてですね、これは安定してきたんじゃないかと。沿岸と海面養殖が未発達。内水面はですね、水量、水質の管理、浄化。これが期待される NBS がやっぱり必要じゃないかな。で、まあ、漁業法制度、政策についてはですね、今回が初めてで、これだけ膨大なことをですね、学んできたんですけど、まあ、今後も継続する必要がもう確実にあるかなと。まあ、体と時間もあるんですけど、あとは台湾側の受け入れ体制ですが、まあ、あと、やっぱり、三国間で、政府間は難しい場合であってもですね、学術研究ですね、自然科学、人文科学と、やっぱ制度と政策、こういうものをですね、意見交換する。これ韓国からも言われている。昔は結構あったけど、今はない。以上でございます。はい、ありがとうございました。あ、それで、謝辞をですね、ちょっとここに書きましたんですけど。ああ。はい、もう皆さんに世話になったし、今日聞いておられると思うんですけど、王駐次日長は大本参部と、加されてると思いはい、ます。王西洋次長にですね、新人なる謝意を表したいと思います。あと10分ぐらい、今日の時間ですが、2期生ぐらいに。日本の話にちょっと戻りたいっていうか、農業との比較で言うとね、農水省は、減反政策という非常に厳しい、条件を、農家に課して、農村がそれを実行しているということがあるんですね。で、ところが、その水産資源に関しては、なぜかゆるゆるのタック、ゆるゆるの配給っていう形で、ほとんど、実態をなしてない規制を、まあ、規制と言えないような規制をかけて、ゆるゆるにしてる。で、漁業権の問題とか、漁協の問題はちょっと置いといて、例えば、その農協を使って減反政策を実施して、これだけ成功しているように、減反政策そのものは私は反対です。ただ、その政策のやり方として、あれだけ農業の方では、いわば、上位下達を、実行して、農協をうまく使っている。それに対して、同じ農林水産省の水産庁の方は、どうして、制約、ないしは、制限を、ある程度、きちんと、科学的に動かして、資源管理を守らせるようなシステムっていうものを漁協を使ってできないし。なぜ、それはその農水省そのものより水産庁そのものに資源管理に対する考え方が相当にこうなんか小松さんと違ってるっていう印象もあるんですけど、そのあたり含めて、いかがですか。まあ、だから、やっぱり資源評価、要するに科学に基づくやっぱり資源評価をして、それをやっぱり具体的な数値にして、きちっと説明してという一連のプロセスね。それをやっぱサボってるということじゃないかと思います。そのために必要な、やっぱり人員と労力の投入がいると。それから、農協と漁協の決定的な違いは、言ってみれば漁協は農地を保有してるのと一緒になってるんですよね。と、保有してる連中がこうやれ、ああやれって言ったら、やっぱり農家は話を聞かざるを得ない。要するに漁業権を持ってるわけです。だこれをやっぱりどっかで切り離すし、どっかっていうか、地球にですね。で、やっぱりその再配分する漁協が取締権限も科学技術力もないんで、これは直さなくて。だけど、今、本間さんがおっしゃったように、漁船漁業については、多分、できるはず。早くやる。だからそれをやっぱり入り口の科学管理と、それから IQ に分けるっていうのと、今度出口の方でモニタリングと、
モニタリングと、それからやっぱオブザーバーと、それからその罰則だとかを、それをこの入り口と出口で、やっぱちゃんとして絞っていかなくちゃ。で、そのためにもう一つ大きいのは、困ったら税金を配るということになりすぎてるんですね。で、年々増えていってるんです。で、これインセンティブにならないわけです。誰ももらいたくてもらってないんでしょうけど、税金をやっぱり中長期にですね、資源を回復する手立て、合理的にやっぱりそれをその支えるような手立てのほうに早く持っていかなくちゃ。だからこっちの方も、私から言わせれば限りなくあれ、WTO に関してるとなって、資源管理をしないとダメなんです。で、自主的管理をしてるって言ったら、じゃあ自主的管理っていうのはどういうことなのかっていうのを、誰も報告書を出した試しがないわけです。だからまあ、要するに政治家も含めて甘えさせてるということじゃないですか。で、行政庁も、中の連中と話してると、忸怩たる思いはあるんだ。だったら立ち上がれって言った。だから農業の方がまだ立ち上がる連中が多かったのと、結果論だけど、私から見ると、漁業権の部分で漁協を使うということが、ね、漁業権を持ってるということで難しいということが大きな制約要因だろうと思うと、多分あとは人間の質の問題があるかもしれません。農業経済の方が漁業経済より優れてたのかどうか、も含めて検証いると思います。その最後のところはちょっとまた質問しようと思ったんですけれども、これだけその資源管理だとか環境問題が言われている中で、一般的なそのコンサーンが高まっている中で、どうしてその漁業に関しては、サンマがこんなに小さくなった、保険がこんなに小さくなったという、現実がありながら資源管理に対するムーブメントが起きていない。だから、さっきその、策にしても科学的根拠に基づいてと言われてましたけど、水産庁がその科学的根拠に基づいて設定しないのはなぜか、これずっと疑問なんですけどね。これだけもう事実として魚が小さくなって取れなくなって、一因は資源管理の問題だっていうことは認識当然あってしかるべきだと思うんですけど、それを放置してるっていうことの根本原因というか、理由は何なのかということですね。まあ、だからこれ、台湾海洋大学で言ったことに尽きると思うんですけど、やっぱね、情熱持たないとダメです。情熱を持つと知識だとか経験だとか意欲が出てくる。あるとは思えない。どうして知識がないと入らない。情熱、だから要するに一種のビシャスサイクルになってるわけで情熱を持った人、外に出ちゃう。す。うん、それもあるし。それは大きいです。だから要するに排除の論理が働くわけですよね。まあ農業もそうかもしれません。だからやっぱりちゃんとしたやつを投入するという外国のシステム。それから長期間投入する。それから多角的な専門性を持つと。だから多分農業の連中の方が、まあ次官ともあれとも話しましたけど、長官とも、もっとなんか幅広い教養があるんじゃないかという気がします。水産の議会。日比先生また手を挙げてます。はい。日比先生。すみません、ありがとうございます。どうぞ。水質汚濁に関連することでちょっと質問させていただきたいと思います。水質汚濁の原因というのは、養殖、つまり過密養殖に起因する水質汚濁のことをおっしゃってたと理解してよろしいでしょうか。宮城の方だと、牡蠣なんかは過密養殖が問題になったりしてるんですけれど、もしですね、そうだとすると、例えば、それがもし日本のケースだとすると、まあ、漁業自体は非常にこう小さいエリアでやってるので、お互いに過密養殖で、水質汚濁なんであれば、お互いにその生産量を減らして、そしてその問題を解決するっていう、まあ、ことが可能なように、まあ、理想論としては可能なように思うんですけど、それがうまくいかない理由っていうのは、なぜだとお考えでしょうか。はい、たまたま台湾の例では、魚類養殖の例を言いましたけど、今のお話にありましたように、牡蠣なんかでもですね、やっぱり基礎もするわけですよね。それからあと、まあこれ、釈迦に説法ですけど、牡蠣養殖のいかだだとか、ロープにものすごくいろんな海藻だとか貝がついて、それを熱湯処理して全部海底に落とすわけですよね。これはやっぱり、
全くその海洋環境には悪いわけでありますし、それとそのいかだ自身が密集するとですね、この水質も悪化しますけど、流れも悪くなって、それでやっぱりこうビシャスサイクルというか悪循環になるわけで、おっしゃった通り、やっぱり養殖もですね、外国はそういうことにだんだんなってきますけども、海洋の生産力をきちっと測った上で、このくらいを許可しましょう。日本は今漁協でやってますから、あそこ誰が、あそこには養殖したい、あそこには誰が養殖したいという、非科学的人間管理でやってるわけ。こういうのをやっぱ近代的な科学管理の方に持っていかなくちゃならないですね。それから、今、汚染の話は養殖の話で、を中心に言いましたけれども、さっきも佐賀の科技大学では、例えば陸上の汚染だとか、それから水産加工場からの汚染があると。日本も私は東京湾だとか、四万十川だとか見てますけど、やっぱ排水処理場だとか、それからあと工場の排水だとか、特に東京湾なんかはですね、やっぱりもう新酸素水と塩素を使った、最終的に塩素を使ったその水を流すと、これじゃ生き物は生きないわけです。で、日本全国そういう問題があって。だから瀬戸内海も禁栄養だからクソションベンを流せって言ってますけど、いろんな要素に化学物質が入って、新酸素で、それから、その塩素系の物質がいっぱいあって、それを浄化する藻場干潟がないところに、そんなの、N とか P だとかが多いのを流したところで、海底に溜まるだけで何を言ってんのかという。大局観を持てという。ありがとうございました。あっという間に2時間経ちました。今日、熊先生は、統計データと、現地調査の両方に基づいて、台湾の現地制度にいろいろ教えていただきました。ありがとうございました。もう一回、熊先生に拍手をください。じゃあ、この辺で今日のセミナー終了します。ありがとうございます。